A 組生徒たちの個性を結集し、最強の魔王となったオール・フォー・ワンに挑むオールマイト。どれだけダメージを与えても無限に回復し続けるオール・フォー・ワンに対して、自らの命をかけて時間稼ぎをする平和の象徴の命の灯火が最後のきらめきとなって燃え尽きようとしています。ということで今回はナンバー399勇気交流伝統について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンプクラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。シガラキトムラとオールフォーワンの融合を阻むため、最後の砦として立ちはだかったオールマイト、遥か遠くアメリカの親友デイビッド・シールドと、その娘メリッサから託された最強の強化スーツと、人工知能で自立思考するスーパーカーエルクレスによって、過去最強となったオール・フォー・ワンを一時は圧倒するも、激高する魔王の反撃に大半の機能を失い、立っているのもやっとの状態で戦い続けています。エルクレスの武装もほとんどなくなっちゃったし、全身大怪我で動けるだけでも奇跡って状況だよ。刻一刻と死期が迫る中、全武装を結集させたオールマイトは、テンタコルの複製腕に搭載されたフロッピーの吸着技術によって狭いビル群を飛び回り、一瞬の隙を狙います。テンタコルとフロッピー、テイルマンとショートの名前がついた武装が明かされていたね。巻き戻しの個性が止まらないオール・フォー・ワンは大ダメージを負うと、寿命が早く縮むことに気づいたオールマイト、魔王の肉体を一撃で吹き飛ばせる大技を当てるために、動物型ドローンアニマを飛ばしチャンスを伺うも、両突の個性を張り巡らせ、逃げ場所が防がれたオールマイトは致命的な一撃を食らってしまいます。体が粉々になるレベルの攻撃食らってるよね。かつて神の句でオール・フォー・ワンと戦った時のように、オールマイトの命の灯火が消えそうになってもなお諦めず不敵な笑みを浮かべ、起死回生の一手に備えます。場面は変わり、第二次決戦の火蓋が切って落とされた仮設要塞トロイア周辺の分断作戦決行地では、悪名高い脱獄ヴィラン国枝によって、その場にいたヒーロー32名のうち1名を除いて全滅していることが判明します。この戦場にはティシエ8歳改編で活躍したケサギリマンとかファットガムがいたんだよね。肉で育つ植物の苗を操り、辺り一帯を異様な植物で包み込んだ国枝に対して、本気モードのファットガムですら手も足も出ず、肉の芽が開花し敗北。唯一意識がある青山優雅も肉の芽が植え込まれ、ベルトも壊されてしまっている絶体絶命の状態で貼り付けにされていました。もうヒーロー全滅間近だよ。勝利を確信した国枝は無駄な抵抗を続ける青山を罵り、オール・フォー・ワンを裏切ったことを強く糾弾しますが、青山はそれでも諦めておらず、目の輝きは失われていません。内通者だと判明した時とは見違えるくらいに力強い目をしているね。なんとみっともない人生と国枝に罵られる青山でしたが、デクの顔を思い出し、勇気を振り絞りながら、輝きたいと腹の底から思えると叫び、最後の力を振り絞ってネビルレーザーを放ちます。デクや A 組のみんなと一緒に並んで歩けるように、青山くんもヒーローになる決意を固めたんだね。ですがベルトもなく狙いが定まらないネビルレーザーは国枝を捕らえることはできず、最後の攻撃も虚しく空を切ったと思った直後、透明化によって潜んでいた葉隠れトールが国枝の背後に現れ、待ってたぜヒーローという叫びとともに拡散したレーザーをその身一点に集め、全レーザーを収束させた青山と葉隠れの合体技周光屈折ネビルレーザーが国枝に直撃。この一撃が決め手となってトロイアの戦いは終結しました。訓練で披露されていた青山くんと葉隠れちゃんの合体技がこのラストで炸裂する神展開だったよ。戦況報告の時のヒーロー32名中1名を除き全滅というのは青山のことではなくて、決戦が始まってから今までずっと消息不明だった葉隠れトールのことだったというミスリードには鳥肌が立つほどの伏線回収でしたね。青山優雅と国枝の戦いが決着しましたが、実はこの戦いには大きな意味があったことに気づきましたでしょうか。トロイアの戦いってぶっちゃけストーリーに大きく影響しない戦いだと思ってたよ。でもさ、どんなところが重要だったの？それは青山優雅がヒーローに返り咲くこの戦いと、399話のサブタイトル勇気交流伝統は密接に関係しているということです。このサブタイトル勇気交流伝統というフレーズは、
銀河鉄道の夜の著者宮沢賢治の詩集春と修羅に書かれた冒頭のワンフレーズです。そこには私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明と綴られています。ちょっとどういうことか意味がわからないんですけど。この詩には明確な正解というものは設定しておらず、読む人が独自に解釈することで十人十色の考え方を持って詩集を読み解いていくという楽しみ方ができるのですが、399話ではこの有機交流伝統という言葉の一つの解釈がストーリーに盛り込まれていました。堀越先生の解釈が表現されているってことなんだね。読む人の解釈によってまた答えが違ってくると思うのですが、私は今回描かれた有機交流伝統というのはオールマイトが先代から受け継いできた希望の灯火が次世代の子供たちに受け継がれ、その受け継がれていった灯火によって自分自身も奮い立ち何度でも立ち上がることができるということが表現されているように思えるのです。ワン・フォー・オールだけじゃなくてオールマイトが灯した希望が巡り巡ってきたって感じに見えるよね。無個性で役割がないというある意味虚無感から始まった希望の灯火は後継者である緑アイズクに引き継がれ、緑アイズクが大きく育てた灯火が暗闇にいた青山優雅を照らし、またその青山優雅が放った青白く光る希望の灯火がオールマイトにも届き、希望の灯火はお互いに明滅を繰り返しながら大きく育っている。希望を積むだけのオールフォーワンには理解できない有機交流伝統という概念をオールマイトは教え子や各地で戦うヒーローたち、そして全世界へと向けて示しているのではないでしょうか。青山優雅と国枝の戦いが決着した頃、致命的な一撃を食らいもはや立つこともままならないオールマイトに対して邪悪な笑みを浮かべ迫るオールフォーワン、もはや絶体絶命の状況になってもなお諦めないオールマイトは命を懸けた最後の攻撃に一縷の希望をかけます。オールマイトは何をしようとしているの？オールフォーワンの肉体に大きな損壊を与えるために、あの個性で大ダメージを与えようと考えるも、マニュアル通りの使い方では大きなダメージは与えられないと思ったオールマイトは動物型ドローンアニマにある作戦を託します。これはコーダくんのアニマルボイスをモチーフにした個性だね。オールマイトはアニマで何をしようとしているの？問題はエネルギーと言っているように、オールフォーワンの肉体を消し飛ばすには火力が足りないと考えたオールマイトは2機のアニマを飛び立たせ、発電所から直接電力を供給し、膨大な電力を持って強大な一撃を浴びせようとしました。オールマイトは電力を使ってどの個性を使おうとしたのさ？それはエルクレス本体から放たれる巨大な極光、青山優雅のネビルレーザーをモチーフにした渾身の一撃、キャントストップトゥインクリングです。まさかのここでひらめきが止められないよ。青山優雅のヒーロー名であるキャントストップトゥインクリングは第45話、名前をつけてみようの回のミッドナイトの授業で発表された時、大喜利みたいな空気にしてしまうほどのふざけたヒーロー名だと思われていましたが、相沢が言う名は体を表すの言葉通り、デクのようなヒーローになりたいという腹の底から湧き上がる青山優雅の思いとリンクして、キラキラが止められないというヒーロー名の伏線回収がされる神回でしたね。最近毎回神回すぎてやばいよね。ストーリーに大きな影響がないと思われていた青山優雅のトロイア決戦がまさかこのような形で物語を盛り上げるとは思いもしませんでした。あと残ってる戦場はタコバ競技場、黒霧戦、しがらき戦の3つだけなんだよね。このペースだと年内で終わっちゃいそうだよ。最終回が間近に迫った僕のヒーローアカデミアですが、12月に開催されるジャンプフェスタでは特別ステージが決定しているため、この時期に何らかの新情報が発表されるのは間違いないでしょう。アニメ7期と映画の公開時期発表が可能性高そうだけど、ヒロアカ完結からの続編発表とかかもしれないよね。ということで今回はナンバー399有機交流伝統について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。キルスウルトラ。